きいき高齢者大学情報局。この時間は高齢者大学の活動紹介や生き生きと活動されていらっしゃる学生の皆さんの様子をお届けする番組で、毎月第3木曜日のこの時間にお送りしていきます。今日は高齢者大学卒業生の中内恵子さんと、障害学習支援課中央公民館岸上さんにお越しいただきまして、高齢者大学の学生生活についてじっくり伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて岸上さん、今日のゲストをお迎えしました中内さん、はい、高齢者大学の卒業生ということですが、ではまずご紹介いただけますか。はい、中内さんは平成20年に高齢者大学に入学されまして、はい、26年3月に大学院を修了された卒業生です。はい、今年ですね。はい、在学中の6年間すべての講義に出席され、皆勤賞を受賞されましたので、お一人目のゲストとしてふさわしいと考えまして、本日お越しいただいております。そうなんですね。6年間皆勤ですか。大変熱心に学ばれたんですね。それでは中内さんにいろいろと伺っていきたいと思いますが、中内さん、この春大学院を修了されたということですが、6年間の学生生活いかがでしたでしょうね。はい、多くの人と友達になれて、いろんなことを学ぶことができまして、はい、大変充実した時間を過ごすことができて本当に感謝しております。そうなんですね。はい、たくさんのご友人ができて、そしてまたたくさんのことを学ばれて、すごく充実されたということで、素晴らしい6年間だったんでしょうね。その中内さん、どのような目的でまずはこの高齢者大学入学された、そのあたりお伺いしたいんですけど。はい、私は、平成20年に、はい、それまでに勤めておりました職場を定年退職するところに、はい、その後の生活では外の家の外に出て活動して、いろんな人と出会うことが必要と考えていました。ね、高齢者大学はその両方の条件にぴったりと合うと思い、惑わずに入学いたしました。そうなんですね。はい、そういう目的が終わり で、まあ、高齢者大学はその期待通りのものだったかどうかも伺いたいんですが。はい、先ほど言いましたように、高齢者大学での学習や出会いは私の期待にしっかりと応えてくれるものでした。そうなんですね。はい、それは事務局にとってもとても嬉しいお言葉ですよね。はい、卒業生の方にこのように思っていただいて大変ありがたいと思っています。はい、毎年卒業というのは大体何人ぐらいなんでしょうか。そうですね、その年によって前後はあると思うんですが、100人ぐらい、はい、程度かと思います。はい、そして6年間皆勤賞という中内さん、そのことについてもちょっとお話をお伺いしたいんですけども。はい、実は入学当初からもう大学をずっと継続する励みとして皆勤を目指しておりました。そのために周りの人にも、もう皆勤を狙ってるんやって公言しておりました。うん、そうなんです。はい、じゃあもうご自分自らプレッシャーをかけて、そして皆勤賞を取ろうというふうに励んでらしたんですが、でも一言でね、6年間一回も休まずにとすごいご苦労があったと思うんですけども、少しお話しいただけますか。そうですね、はい、もう大学の他に地域の付き合いとか、趣味のサークルや、もう旅行などがいろいろ予定がありましたけれども、その中でも高齢者大学の講義を最優先にして日程を決めました。はい、それがもう大変苦労いたしましたですね。でも私の場合の家族とか周りの方のいろんなことを理解してくれておりましたので、もうそれがすごくありがたかったですね。そうなんですね。はい、やはり周りの方々の協力なしには達成できなかったということですね。ところで中内さん、平成20年度から高齢者大学の三田校で学ばれた後、そして平成23年度から大学院という、それで6年間になるんですが、はい、大学院ではどのようなことを学ばれたんですか。はい、私はやはり健康が第一であると思っておりましたので、はい、もう初めの2年間は健康福祉コースを選択いたしました。健康福祉コース。はいはい、そこでは本当に身近なことから自分の健康について深く勉強できる体験講義が聞けて本当に有意義でした。そうなんですね。はい、じゃあ大学院では知りたいということを深く学ぶことができるわけですね。はい、その大学院3年の時はどのようにされていらっしゃいましたか。はい、ちょうど平成25年度から自然環境コースが始まりました。でそのコースを受講いたしました。はい、もう講義もめちゃめちゃ面白かったんですけれどもね、植物や昆虫、苔についてのフィールドワークは興味深く新鮮な体験をすることができて大変印象に残っております。そうなんですね。実際に自然環境の中で観察するというのは記憶に残りますもんね。そしてクラブも皆さん入ってらっしゃる、そのクラブについてもお話しいただけますか。はい、
はい、クラブはフォークダンスと料理クラブに入りました、はい、フォークダンスは体を動かすのがいいと思って入ったのですが、メンバーには男性もおられました、はい、みんなと一緒にも笑顔で踊ってすごく楽しかったです、はい、踊る曲もよく使われる曲ではなくて、北国の春とかブルーライト横浜とか、真っ赤な太陽など、はい、歌謡曲で踊ったりして、これはとても新鮮でした。そうなんですね、はい、その他もこのダンスでは楽しい経験もされたとおっしゃってましたけど。そうですね、久しぶりに男の方と手をつないで、ね、それはもうねルールですからね楽しかったです、ね、楽しい時間ですね、はいはい、歌謡曲でフォークダンスをされて、はい、とても楽しいお時間ということですが、はい、もう一つ先ほどお話ありました料理クラブ、これはいかがでしたでしょう。はい、こちらは男性と女性が同じいるんで、ね、別々に料理するんですよね、はいはい、それで男の方が一生懸命その男同士でわきあいあいとこうレシピを見ながらですね、もう一生懸命料理するんですよ、その様子を見てるとめちゃめちゃこう微笑ましいというか , 笑いが込めてきました、どんな様子だったか何かエピソードをご紹介いただけますか。そうですね、一応初めのうちは全然料理をしなかったよって言いながらでも、なんか月に1回奥さんに料理を作ってくれよとか言われて、はい、作ったりやるとか、でまあいろいろ調味料を使うんですけどもね、はい、調味料がもうそ料理作るたんびにこう家で増えていって奥様がどれかしろよとか言っておっしゃって困ってるんだよとかいう話も聞きました、つまりじゃあ復習もされてらっしゃるということですね、はい、でも料理 の切り方とかこうあ、はい、いろいろありますね、表紙とかあって、先生ささかきでどうするんじゃとか言いながらね、はい、こうするんだよとか言って、もういろいろ本当に楽しかったですね、男の方のその雰囲気というか、可愛かったですね、でも一生懸命真剣に向き合ってらっしゃる様子がご覧になってて、はい、とても微笑ましく感じられたんですね、記憶に残るいろんな体験されたようですが、その他印象に残ってらっしゃることありますか。そうですね、はい、大学と大学院では合同文化鑑賞会っていうのがございましてですね、はいはい、歌舞伎とか京劇とか京劇、はい、だから津軽三味線、ジャズ、はい、浪曲なので浪曲、普段は自分ではあまりこう触れることのできない芸術を体験できたのも本当これは良かったですね。あ、そうですね、はい、今お伺いしているとなかなか自分だけでは選べない京劇とか津軽三味線、浪曲なども、はい、なるほど、そういう芸術鑑賞の機会もあったんですね。ありましたです、はい、そして最初におっしゃっていらした人との出会いについての思い出もぜひ教えてほしいですね。はい、もうはい、仲良くだから友達と月に一度はもう食事やカラオケに行って、あらあら、楽しい人たちを過ごしました。はい、またその仲間で日帰りの小旅行に行ったのも良い思い出になりました。そのぐらいこう親しくお付き合いができるようになられたんですね、はい、本当に充実されていた様子が分かりますが、この6年間の素晴らしい学生生活を今年は3月で終えられたということですが、その時の中内さんの、そしてまた現在の心境などを聞かせていただけますか。はい、もうあれだけ一生懸命打ち込んでいたものから離れまして、本当にもう寂しいですね、はい、やはり正直なところ、はい、また燃え尽きないように気をつけておりますそうですか、はい、そのために燃え尽きないというためにも何か考えていらっしゃいますか。はい、そのために新しいサークルに入りました。はい、新しいサークル、はいはい、それはもう高齢者大学の先輩が作られているサークルで、月に1回講師を招いて講義を聞くものです、はい、でこれでもこれからもさまざまな知識や教養を身につけることができまして、もう嬉しく思っております。それからまた他にも大学中に入っておりますサークルがありまして、忙しくてあんまり参加できなかったのですが、これからここにもっと参加することができるかなと思っております。はい、先ほど教えてくださった高齢者大学の先輩の皆さんが作られたサークルというのは、SSC でもあるんですけども、その他にも、はい、ゆうクラブ、遊ぶ友のいくつもあるんですね。そうですね、そうなんですね、はい、じゃあ卒業されてからも燃え尽きないためにもいろいろと皆さん工夫して活動されてらっしゃる、はい、山口さん、やっぱりこの辺りが高齢者大学で皆さん、岸上さんすいません、はい、皆さん方ものすごく頑張ってらっしゃるエネルギーを次に次にという火がもうそのままずっと燃え続けてるんですね。そうですね、これも本当に、事務局としてはありがたいなというふうに思います、そうなんですね、はい、じゃあ早速行動にも移していらっしゃるということで、また新しい目標、そしてリズムができていくということで嬉しいですね、ではちょっとそろそろ時間が迫ってきましたので、中内さんが今後心がけたいということなど聞かせていただけますか。はい、まずは健康が第一です、はい、でまたモットーとして私は教育と教養を
心がけております。ちょっと待ちください、はい、教育と教養、はいはい、で教育は教育ところがあるの教育ですね。教育というアクセントになりますか、はいはい、で教養は教養児があるの教養です ね、 なるほどね。これがもう私一番大好きな言葉なんですよ。いいですね。こればっかり言っておりますどこでも。はい、教育って言ったらあの教え育てるとピンとくるんですが、うん、そうではなくて教育とこがある。そして教養というのはあの教えて養うではなくって、うん、教養があると、うん、素敵ですね。これが本当私好きなんですよ。あら、これはあのご自身で考えられた。いや、今から知れました。どなたかからおっしゃってらした、はい、それをずっと引き継いでらした、はい、横から取りました、はい、教育と教養があるというこれをモットーにずっと大好きな言葉とおっしゃってらっしゃるんですね、はい、あの最後じゃなりましたが在校生の皆さんにも一言お願いします。やはり健康が第一です。それと仲間のつながりを広げて卒業後も継続して生きがいを持って暮らしてほしいものです。はい、はい、中尾さんがおっしゃるとすごく説得力があります。中尾さん、岸上さん、岸上さん、今日は本当にお忙しいとこありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。今日は高齢者大学今年卒業されました中内恵子さん、しかも6年間皆勤賞という、そして生涯学習支援課中央公民館から岸上さんにお越しいただきまして、高齢者大学の学生生活についてお伺いしてまいりました。この時間は生き生き高齢者大学情報局をお送りしました。高齢者大学の活動紹介や生き生きと活動されている学生の皆さんの様子をお届けしてきました。次は来月6月19日の木曜日午後3時10分からお送りしていきますので、次回もぜひお楽しみください。